ガーン氏の一ガーン氏は中華、人民共和国支川省西部に位置する、地球市、長江の上流地帯に位置し、四川盆地の西園に位置する。東は、成都市と、美山市、楽山市、西は、完全チベット族自治州、北は、阿バチベット族ちゃん族自治州、南は、両山移属自治州と接する。川西ン公、チベット門戸、民族僧動などの異名を持つ。 四川盆地の西の淵に伸びる岩石は標高の高いチベット高原と平らな西都平原の間の過渡地帯に属する。北部は山脈、二郎山脈、京金山脈、大雪山脈など非常に高い山脈が連なり、最も高い地点は5793メートルに達する。地域の北と西と南には青い鉱山が連なり、4本の川が 市街地を貫いて流れる。市域内の主な河川は大都下の支流の西以降で山脈の海抜4930メートルの地。ガーンは古来より雨が多く、この地を表して日食天老という言葉があった。また、俗に宮日武三日晴れとも言われ、雨城という異名があった。中心市街地を管轄する雨城区の名はこれに由来する。山地は茶の栽培が盛んで、 モウさんで取れるモいただき茶は有名である。四川省の西部を州が征服して以来、この地で飲まれていた茶が、漢族に紹介され、旗による食の征服で、中国中に茶の習慣が広がった。モウさんでは、春秋戦国以来、茶の栽培が行われ、世界の茶文化や、茶の人工的な栽培の発祥地である。ガーンの古くからの名産には、ガーンの魚、モいただき茶、広告米、 ファーチュー、オーレン、ウイローの石綴りがある。また現代では、産地にある金属や石を採掘する工業、高低差があり、急流の多い地形を利用した、水力発電、化学工業や建材作りも盛ん。ガーン氏は熱帯気候に属し、冬の玄関はなく、夏の酷暑もなく、四季ははっきりと分かれ、雨量が非常に多く、無双置が長いなどの特徴がある。 春は暖かくなるのが早く、夏は気温が高く、秋は雨が多く、冬は霜が少ない。夜間の雨が年中を通して多く、霧の日は年中を通して少ない。ただし、地域内は広く、地形も高低差が激しく複雑なため、気候も地域内で激しく違っている。特に気候の垂直差が大きく、四川盆地から製造高原へとそそり立つ山の側面では、 亜熱帯植物の生える山麓から温帯と冷帯の植物の山腹、亜寒帯や寒帯の植物の生息する山頂という垂直分布が見られる。大層霊が地域の中央を東西に貫き、この南北でも気候は大きく違う。北部の各県区は雨が多く晴れの日が少なく、年平均気温は15度前後、年間総雨量は1000ミリメートルから1750ミ、mm、リメートルの 間である。南部の還元県と石面県では、大総霊を乗り越えてきた乾いた風が吹き下ろすため、乾燥した暖かい気候であり、雲量は少なく晴天が多く、日照時間も長く、気温も高い。年平均気温は17度から18度になり、年間総雨量も750ミリメートル前後にまで少なくなる。岩安はかつて、成功省の第二行政正しさ区に属していた。 20世紀半ば、ソビエト連邦の援助で、ソビエト風の建築が多数建設されたため、周囲の都市とは異なる雰囲気を持つ。古代は、聖意教国の地であり、旗は、植軍の原動権を設置した。前漢時代にはさらに主権、防守権、正意権などが設置された。一時は、モンゴル系民族により支配されたが、5世紀末に、漢族が脱回した。随外以後は、 宮尾州と呼ばれ、清は、ガーン府を置いている。1912年に、ガーン県となり、当初は、四川省、後に、西高省、再び、四川省の一部となり、現在に至っている。2000年に、ガーン地区が廃止され、ガーン市となった。茶の枝派生以降にかかるガーンの橋、中華人民共和国の行政区分を、三省田から京県での水力発電所建設でできた、人造庫。 2010年7月還元県での水力発電所建設2010年7月にしかつく6県を管轄下に置く成功省が安泉区、編集支線省が安地区、編集が安市、編集生都市からは 200km の距離であるが高速道路を使えば生徒総流国際空港までは車で2時間を切る。ありがとうございます。